で、慢性症状の場合にはですね、これはマッサージだったりストレッチングだったりですね、そういうふうなことが効果的だと言われます。慢性症状を持たず、どうだったらいいのか、肩を動かすので、肩を動かすか、ごめんなさい、ここ押します。はい、で、吸引バキュームボタン押してもらっていいですか。ぜひ、吸引して、で、今度プレス押してもらっていいですか。簡単です。で、本来でしたら10分から15分間そのまま押していただくんですが、今日はここから空気が抜けます。で、完全に空気が抜ける穴を抜けるうちに、え、もう塗り終わるんだけど、手に押すんで、スライスが横に入ります。で、あとは斜めにしたければ見る、斜めにセットできないんで下ろしてバキュームちょっと押す、あ、はい、で、バキュームを押す、で閉じる。あ、すげえ。で、プレス。で、バキュームを切る。うまく胴体が届けないケースもありますし、K ラインまあ、K ラインから7ミリ、8ミリまで綺麗に印象取れてない方もおられるかと思いませんが、まあ、その方は、これ何かの方に借りてるっていうか、写真撮られた。写真。